はい、皆さんこんにちは、うずらです。にまろです。さあ、ウォーターパラダイスですね。来ましたね。これ公式大会でざっくり説明しておくと、うん、まあシンプルですね。水タイプのポケモンだけ参加できますと、うん、はい。まあもちろんね、この複合タイプ、水エスパーとか、うん、岩水とか、うんうん、水飛行とか、何でも複合タイプはあってもいい。ただタイプの中の一つは絶対水にしてくださいねと。そうだよね、うんうん、だからほら全部水タイプのポケモンと、うんうん、だけの大会。まあ夏らしいですね。夏だね、うんうん、ということでね、この夏な感じを味わいたいと思っておりまして、はい、今回のコンセプト、うんうん、スターミーでまず壁張ります。はいはいはい。ただほらギャラドスとかが出てくる可能性あるから、うん、10万ボルトは入れてます。なるほどね、うんうん、暴走されたことある。ただどうかな、地震過剰の時はね、ちょっと10万ボルト打ってもダイマックスでゴリ押ししてきそうなんで、うん、まあリフレクがいいのかな。そうやな、まあ、ちょっと考えものっすね。でシャワーズ、うん、まあ、これスタミア吹っ飛んだったね、うん、シャワーズ、はい。あくび気合ダメバトン、まあ最後気合ダメバトンできればいいかなって思うんですけど、うん、まあ壁が残ってる状態なんでね、うんうんうん、でバトンした先が、うん、ガメノです。しかも特製スナイパ ー、 おー、特製スナイパーを説明しておくと、うんうん、普通ね急所に当たると、うん、1.5 倍じゃないですか。はいはいはい、うんうん、でも特製スナイパーの場合はさらに 1.5 倍になって 2.25 倍になると。やばいね、うん、これ正直やばいですからね、威力、うんうん、でさらに持ち物のピントレンズを持たせることで、うん、まあ、さっきの気合ダメのね、うん、合わせたらもう必中になるわけなんですよ。うわ、必中違うわ、急所に絶対に当たる、うんうん、だからロックブラストも一発一発が急所に当たるし、地震も急所当たる、草娘も急所当たる、もちろんダイマックスしても絶対急所に当たると。うん、うん、でね、シャワーズにあくびを持たせてる関係で画面のですが登場したターンに相手が寝る可能性があります、うん、まあ交換しなかったら、はいはいはい、うん、つまり無償でカラヤブを積むことができる。やばいね。ってなったらカラヤブの2倍威力かける2倍プラス、うん、プラスというかかけるか2倍かけるピントレンズ 2.25 倍 4.5 倍こんなん誰が耐えるんだということでね、超火力ガメノデスで暴れていきたいと思います、はい、果たしてうまくいくのでしょうか。やっていきましょう。はい、さあマッチングいたしました、はい、マサルさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、これってさ、こんな感じなんだね。これパルシェンパルシェンね、やばくない？やばいね。ねえ、カラヤブされたらガチで終わるな壁張ってもやっぱきついかな。いや、もう、うーん、シャワーズが耐えてくれるだろう。おい、あとやばいのいる？今やってみましょうか、うん。そう、いきなりラプラスがやってきますと、ラプラスですね。壁張りならこっちも壁張るよさあ、ダイマックスでしょうか。おー、早い早い早いマジで分かりやすいな。で、光の壁、うん、ふやつもやで、いや、でしょうね。いいいいいい、いい耐久で、まあまだオーロラベール張ってこないと思いますけどね。ここはリフレクターも張っときましょうかね、はい、でサンダーで落とせ、サンダーで落とせ。ここで寸立耐えるじゃんまあまあまあ、でもいいや、うんうん、でさ、これさ、弱歩とかあるかな。どっちだろうね、怖いよね。ここまでやって弱歩でやったらさ、ねえ、これ正直もう何でもいいや、光の壁適当に言うと多分攻撃してくんだろう、それ大サンダーでしょ。うん、あ、ストリーム、水技もちゃんと持ってるんだね。うん、なんの貯水のさ、シャワーズに帰りゃよかったよってことはゲロゲがいるのかな。やばくね、それ。どうでしょうね。なるほど、ゲロゲはちょっと嫌だね。わざわざ雨にする理由わかんないなーって。確かに、まあ、ここもうね、あくびできんから気合ダメしますね。
あやべえゲロゲが出てきたら最悪なんですけどって思ったら最悪なことが起きたんですけど気合いダメ溜めてる溜めてるやばいなどうしようパワーウィップが来るよねエレキフィールドがここで終わるか貯水はないでしょう瓦割っちゃったあーなるほどあーそっかそっか勝てなくなっちゃったんだ物理かじゃあやけどしろうん焼ければやねおおよし完璧完璧いやこれあくびできんくなったってそうやんけあーやっちゃったねーまあでもやべ浅はか どうしようねこれはもう倒しちゃうのか浅はかなことしちゃったねいやこれもネット行くしかねえなうーんおこれしかないのかなんだこれ気合いダメしたっけしたしたしたあしたかああじゃあ弱砲だったらやるだろうね危ない危ない危ないうーんよちょっと狂うな出るんだね効かないでは木の実食いますえら急所当てろ急所当てろこんなやつやけどダメージ込みで落ちないですかねよしオッケー、オッケーちょっとねあのミスしましたけどねまあどうにかこれでうん雨も上がったごまかしが効くとうん俺はまだ大魔切ってないですからねうん切ってない切ってない、ね、超でかいよね来た来た来たで、ここね一発耐えると思うからもうあくびバトンしようかなうん、それでいきましょうかはい、それは耐えるだろうなあ、シャワーえらい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 はい、はいこれでどうするからねこれにギャーとかいたらどうするよとりあえずもうめんどくせえわバトンするかうんで誰が出てくるロトムですいやこれ勝ったないけるっすかさすがに一撃耐えればさすがに、うん、電気一発じゃ落ちないよおガメノですでラプラスよりは上取ってんだろうってことはもう第6区でこれアーサーダメだし草原はちょっとね特殊あれなんですよあ草結びなんで微妙なんでこれ第6区いきますねおいあの気合ダメこれスナイパーですからおおなるほど実質剣の舞をしたよりも威力が出るという威力 2.25 倍になりますからねなるほどねうんラプラスの欠点はおっとおっとおいガメちゃんいけるあら、あらちょ、生意気やなこいつナックルがあればいいんだけどねそうやなぁうーん、草原したところでな回復素数あんまり意味がない、うん、もうロックでいっかうんもうラプラス頑張るしかないあーロックも残すんだいや、舐めてるよさすがにな、うん、それは耐えれないよいくら火傷しててもこれがスナイパーの威力だおー強いすげえそういうことだこりゃロットも失敗しましたね失敗しましたねさあ最後ね終止符を打つ時が来ましたやってしまえ一撃じゃないでしょうラプラスは意外とそう言うほどでもないかもなうーん大魔切らなきゃダメっていうきつい部分がねねえ、うん、出ちゃいましたよロトゴの方が耐えるんだねあそこは弱点じゃない弱点そらそうだそうやったウリアということで対戦ありがとうございまし ました。これ強くない強いねねえおー綺麗だったねさあということでねもうちょいやってみましょうかねはい
さあマッチングしました、はい、チャムさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんか画面のですが地味に流行ってきてるとかないよな流行ってんのかな。さっきも見たんやけど。マジか、ね、そうね。まあ生、まあもうちょっとね、さっきからずっとナマコ出した時負けてるんすよ。弱歩ナマコはね環境にいいって思ってるんすけど、うん、うん、なんか警戒されて飛んでこない、うん、それやなさあ、初手ナマズ。初手ナマズ。理由名前して強引に暴走するつもりか。うん、あんまりよろしくはない気もするけど、これ草結びしていいかな。あー、そうね、もう倒しちゃうねえ。うん、いきます。はい。おい、さあ、無警戒だったかな。てか、硬くない。硬っ。4倍今日スターミー君かこれ大魔切ってくるかもしんないね。うーん、ちょっとこれリフレクター貼っとくわ。うん、そっちがいいよね。さすがに、うわ、上取られちまった。スパーク、スパーク、うわ、今ちゃん、これやばくね。やばいっすね。スパークしかないのか、でもこんなやつに負けんのか。大サンダーがあるだろう。あるね。終わったか。あくび。おい。これは終わったか。まあ、これ耐えるだろう。うん、やべ、あくび、ダイマックスしてくるかな。このヒットポイントでするかね。ただスターミー消えて、相手目線的には、うん、これ電気技で持ってきるんで、まあ、トリットドンがどうだろうね的なぐらいか。うん、うん、ダイマ切るだろう。もう俺もう一か八か行くね。おですよね。おお、当たった当たった。オッケーオッケー。ちょっとまだ分からんぞ。動けよ、うん、動けよ。ここは動かないとダメだよ。うわちょっと急所じゃなくて、急所じゃないか。あさあ、マッチングいたしました。はい、夏リアさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ嫌な予感がするのがね、おー、シャワーズで気合い試してキングドラ交換とか。マジかぶり。だって気合いダメでしょ、シャワーズは今回は。そうやな。しかもなんならスターミーまでかぶってるんすけど。これもしかして。まあでもね、条件は一緒ですからね、うん、お互い一緒やな。うん、うわっ、まいったぞ。お前やること一緒か、もしかして一緒なのか。うーん、ごめいとんな。とりあえず壁、うん、ここで決まるね。これお互いやること一緒だろう。なーに、そのズバッとみたいなことすんなよ。害悪なやつかな。なんかね、俺この回、なんかこの大会運悪くてさ、でも光の髪腫れた、これね、あの、先に動いたもん勝ちな気がするんだ。うん、うん、どうせ気合だめが危険だから壁張っても意味がないということで、うん、うん、であんたも壁はんだろ、どうせ。ありそうだけどね。お、いや、これダイマックスすれば関係ない。うん、これはいいかもしれないですね。ただこれコスモパワー、あ、あくび 100% 入るぞ。うん、うん、で気合い止めします。はい、であくびしてバトル。うん、うん、いやらしいスタミナな。これやだね。うん、ただなんだ、
コスモパワー、まあ、コスモパワーは別してもらっていいや。好きね。なんか好きやなそれ。ズバッとやな。ズバッとやぞ。ズバッとなんかに負けるシャワーズさんがね。うわもうマジで。あのね、うん、ボツってる動画が増えてってるんだよ。そうだよね。このクソ運で。うん。じゃマジ頼むって。いいよ、小さくなるしていいから。うん、もう小さくならせときたいよね。ねえ、うん、いや、構わんよこれは。あくびは 100% ですからね。うん、 100% ってか必中ですからね。いや、マジさ、シャワーズ頼むぞ。へぇ、いい加減にしろって。これはいかん。じゃ本当にさ、うん、何、ウォーターパラダイスって運が悪くなる大会なの？パラダイスじゃないの？海の中でやってるから運が、みんな目悪くなるのか。いやでもあっちがでも運いいってことやで。おい、おい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 、うわー、3ターンはすごいね。そもそも3ターンまで混乱長引くのなかなかな運だったような気が。気合いだめ、あ、気合いだめ、そこしないか。あ、当てる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 。怒るぞ。だからこれスタミン交換したくないでしょ。うん、多分ここまでしたなら、バトンタッチは確か覚えなかったはずだから。うん。いや、なんだ。え、てかまだ混乱してる。最長最長やで。ああ、さすがに。次は解けるよ。ってことは怪しい光飛んでくるじゃん。でもいや、先に動く剣が大丈夫ですね。なんで？相手が先に動くから。あ、そうかそうかそうか。そうそうそう、あ、そうかそうかそうか。そういうもんか。うん。でここであくびします。うんうん。うわ、あ、持ってるんだ。ねえことすんなよ。下げてくるよね。うん、でもどうかな、気合いダメしたね。あのガメちゃんだけでも結構強い反省やで。普通にこれ、いや、バトンタッチでよくない？うんうん、なんかコスモパワーガン積みして交換したいと思わないよね。と思うけどね。ということで草結びで相手は眠ることを選んだと。うん、うわ、もうほぼ無傷やん。うん、無傷やで。やらしたいことやらせてくれたね。ねえ、うん、寝たぞい。草結びが見えたね。うん、これ早めに、もう早めにさ。うんうんうん、ここは絶対こいつ助けないんじゃないの。もうダイマックスでいいと思うんだけどな。小さくなるガン積みしてるからこれね。うん、そうだよね、当たらないもんね。うん、小さくなるしてるから出てもいいやっていうやつ、ね、そう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 、かなーって思って、うん、ここは俺は容赦なく、うん、まあ大草原がこれね、全然努力値振ってない大草原なんで、これ特攻なんですよね、うん、あ、だからこれもうロックでいきます、うん、まあタスキも剥げるし特防も上がる、うん、でここ相手がダイマックスを切らないと草結びは当たらないと。うん、そうだね、うん、さあやってしまえ、やってしまえ、やってしまえ。 4.5 倍だぞ。それやばいわ、うん、タイルスターなんかいないわ。いないわ。もう何匹分飛んでったねん。オッケー。ね、気合いダメで 2.25 倍のカラヤブの2倍、4.5 倍。バケモンやで。バケモンや、うん。これもうね、どの世界中のどの水ポケモンも耐えることできないからね。やば。いや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 。ようわからんのきた。いくらね、君が耐久あるからっつってもね、これはね。ダイマックスがさらにダイマックスしても耐えないですからね。やばいね。うん、おっと、ダイオールもしない。これ相当数吹っ飛んでますからね。うん、これ、ね、やばいよ。あ、タスキなんかあるのかな。草覚えんの。アースなら大丈夫じゃない、うん、でも半分もいかないんじゃない。ほらダメージ硬いね。これ地割れか。あー、そうかもね。うん、危ねえな。ただ砂ダメで、あばよっと、うん、ラプラスだったね。さて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 、環境を荒らしてるらしいじゃないの、ラプラスさん。うん、でもね、俺の前では赤子同然ですからね。さあやってしまえ。おい、考えてるよ、ラプラス。考えてるね。でも一緒じゃないかな。うん、ほれ、
はい、綺麗でしたねということで対戦ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、こんな感じにしときましょうかね。そうやな、はい、うん、こういう感じで、ガメノデスはスナイパーでさらにカラヤブもできるんで、うん、ダイマックスしたところで誰も耐えることができないと。耐えないね、うんうん、いやいいっすね、いいっすね、うん、だいたいほら水ポケモンばっかりだからさ、タイプ不一致の草とか電気がよく来るだけで、まあ、ロトムは知らんけど、うん、まあそもそもねロトム火力がそんなんだから、うん、うん、壁張ればいけるということをね、はい、証明できたのではないでしょうか、はい、ということであとはねもう撮影せずに楽しみたいと思います、うん、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。